はい、どうもカールです。今日なんですけど、僕の YouTube 動画でもすごく人気のあるラーメン特集、今回は愛媛県松山市のおすすめのラーメン屋さんを全部で5店舗ご紹介していきたいと思います。今回松山市っていう括りなんですけど、大海道周辺がメインです。なので松山市にはまだまだこんな美味しいラーメン屋さんがあるよっていう方はどしどしコメントしてください。また松山市に行った際に行きたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。さあ行くぞ。それでは行っていきましょう。はい、ではまず1店舗目はこちらの錦木岩本さんです。お店はこんな感じでラーメン屋さんというよりもおしゃれな居酒屋のような外観です。店内に入るとバーのような感じで照明も薄暗く、すごくおしゃれな空間でした。今回僕が錦木岩本さんで注文したのは、店主の方がおすすめしてくださったこの1番目の鯛塩ラーメンです。4番目に書かれてる雑炊飯、これも最後締めでおすすめですよって言われたので、もうこの時からワクワクが止まらん。やった。どうかご遠方から？あ、はい、どちらから？東京からご出張？あ、仕事です。仕事で。お疲れ様です。広島なんですけど、あの松山に住んでる人がここのラーメンが美味しいって。その人は絶対一緒だと思う。本当こんな感じで気さくな店主さんなので、今回一人でカウンターでラーメン食べてたんですけど、すごく話してくださって、ここにいる空間がめちゃくちゃ気持ちよかったですね。これ依存症質問にだ感謝みだ、ありがとうございます。こんな感じで店主さんカウンター越しに見えるんですけど、もうイケイケすぎてめちゃくちゃかっちょいい。来ました、こちらが鯛塩ラーメンです。カウンター越しに器を受け取った瞬間、めちゃくちゃ鯛のいい出汁の香りが漂ってきて、ほんと食欲そそられました。見た目もすごく美しくて、こりゃ写真とか動画撮らずにはいられないでしょう。見てください、この透き通ったスープ。最初は薄いんだろうなっていう先入観があったんですけど、全然そんなことはなく、しっかりと鯛の味が染み込んだスープはもう絶品以外の言葉は見つからなかったですね。麺は細麺、このあっさりとしたスープにぴったりで、もう箸が止まらん止まらん。最後は雑炊飯としていただきました。皆さんもぜひ錦木岩本さんの美味しいラーメン食べに行ってみてください。はい、では次2店舗目はこちらの麺仙醤油坊周平さんです。こちらの周平さん、お昼はもちろん夜もやってるので、お昼も夜もいつもすごく賑わってるお店になってます。店内はコの字型のカウンター席のみで、メニューはつけ麺、油そば、ラーメンから選んでいきます。今回はつけ麺と油そば、これを一つずつ注文してみました。はい、もうこの届いた瞬間のがっつりとした見た目のフォルムが美味しそうすぎる。最初届いた時は結構ボリュームありそうだなっていう感じでした。右がつけ麺、左が油そばです。福山って油そばのお店ってあんまないですよね。なのでこんな感じで油そばを混ぜてるだけでもう食欲が止まらん。これはカロリーとか気にしてる場合じゃないでしょう。もうしっかりがっつきました。麺は太くずっしりとしてるので歯ごたえが抜群。醤油の味もしっかりと効いてて、魚粉と油も見事なコラボレーションを演出してます。好みで調味料を追加して味変を楽しむのも良きです。皆さんもぜひがっつり食べたい、美味しい油そばが食べたいっていう方は、周平さんでこの美味しい油そば食べに行ってみてください。はい、では次3店舗目、大海道周辺でこのお店は外せないでしょう。こちらのつけ麺倉木さんです。
メニューはこんな感じで、つけ麺や中華そばの種類がたくさんあるんですけど、このおすすめと書かれてる牛もつつけ麺、これが倉木さんで一番出るメニューです。きたきた、こちらが牛もつつけ麺です。今回この時撮影で松山のパン屋さんラーメン屋さんもめちゃくちゃ巡って食べてたので、この動画に載ってる注文した牛もつつけ麺はハーフサイズです。つけ麺倉木さんの麺はもちもちとした弾力があり、歯ごたえのある麺、スープはドロッとしていて、このスープと麺がよく絡みます。豚骨魚介系のスープで、小さな角切りチャーシューとメンマ、ネギ、キャベツが入っているのが倉木さんの特徴です。レモンや卓上にある魚粉や一味で味変できるのもすごくいいなっていうふうに思いました。こんな感じで一度でいろいろ楽しめるっていう点も倉木さんの推しポイントかなっていうふうに思います。あと僕これ編集しながら思ったんですけど、これ牛もつ1ミリも映してないやんと思って、スープと麺しか映ってない。いやでも本当この麺とスープと一緒に食べる牛もつめちゃくちゃ美味しいので、皆さんもぜひつけ麺倉木さん食べに行ってみてください。はい、では次4店舗目はこちらの大沢麺工房一輝さんです。こちらのお店は夜だけ営業されてるお店になってます。一輝さんの特徴といえばこのトレーラーハウスですよね。もう外から見たら宇宙船。店内もこんな形ですごく雰囲気があって居心地がいいお店になってます。有名人の方もたくさん来られてるのか、店内の壁にはサインがずらりと書かれてました。メニューはこんな形で、今回僕は店員さんがおすすめしてくださったこってりを注文しました。来ました、こちらが一輝さんのこってりラーメンです。少し辛めのスープにとろとろチャーシューが最高の一杯です。ちなみに今回僕はこってりを注文したんですけど、店員さん曰くあっさりもこってりも結構同じくらい選ばれてるみたいです。野菜ポタージュっていう風に書かれてて、野菜と鶏ガラでポタージュ風になるまで煮込んであるんかなっていう風に思いました。一口スープをすすると辛みが最初に来て、それが慣れてくるとめちゃくちゃ旨みが口の中に漂ってきます。麺はこんな形の平麺でつるっと口に入っていく感じで、すごく食べやすかったです。あとなんといってもこのトロトロチャーシュー、肉厚なんですけど口の中で一口噛んだ瞬間とろけてなくなって、もうほんと最高でした。皆さんもぜひ一輝さんで美味しいラーメン食べに行ってみてください。はい、では次最後5店舗目は行列必須の人気店、こちらの水田商店さんです。今回僕水田商店さんに平日のオープンしてすぐに行ったのでスムーズに入れたんですけど、もうほんとお昼のピーク時は行列ができてるので早めに行かれるのをおすすめします。今回僕が注文したのは黒のネギチャーシュー麺です。高めですね。はい、ありがとうございます。あ、わかりました、ありがとうございます。いやもう見た目のインパクトが半端ねえ。これでもかっていうくらい所狭しと並んでるチャーシューとネギがもうめちゃくちゃ美味しそう。ちなみに黒はこってり、白はあっさりだそうです。黒は焦がしニンニクの黒麻油、もうこれ一口スープをするとガツンとした旨味、美味しさが口の中いっぱいに押し寄せてきましたね。麺は細麺、この細麺と豚骨スープが相性がめちゃくちゃ良くて、このチャーシューもバクバク食べ続けてました。ワポルじゃん。あとこれ編集して動画移動して思ったんですけど、こっからの動画スロー動画になってるっていう。誰に需要ある。ほらこんな感じでカールがすするところがゆっくり見れて、チャーシューもゆっくりつけて食べよる。マジで誰得動画。皆さんもぜひ行列必須の美味しいチャーシュー麺が食べれる水田商店さん行ってみてください。
はい、ということで今回は愛媛県松山市で美味しいおすすめのラーメン屋さんを全部で5店舗ご紹介させていただきました。皆さんどうだったでしょうか。今回紹介させていただいたお店、どちらもつけ麺やチャーシュー麺、豚骨、タイラーメンなど異なるテイストのラーメン屋さんばかりで、めちゃくちゃそそられたと思います。今回のこの僕の動画が、これから松山市で美味しいラーメン屋さん行かれる方の少しでも参考になってたら幸いです。僕のチャンネルでは広島県福山市の地元を中心に、中四国全国の素敵なお店やグルメやカフェなどを紹介しているので、よかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。